まずどう覚えましょうか。20問も入れちゃっていいや。和の心全部ぶち壊していくんだよ。どうも料理マネージャー三牛です。ベシということでですね、今回はですね3杯ぐらい飲んでるんですけども、ちょっとこの間に企業さんの案件がありましたので、企業さんの案件はまあ酔っ払うね、やっぱね楽しいからで、今回はですね、ごぼうと人参があります。何を作るかっていうとですね、至高シリーズでございます。至高シリーズでも、ひときわ地味な料理。至高のきんぴらです。きんぴらね、皆さんどうですか？きんぴら食べますか？食べないでしょ。きんぴら。僕も食べません。なんですけども、今回はですね、至高にして邪道のきんぴら。久々に出ました。至高にして邪道のきんぴら。これね、僕もきんぴらあんま好きじゃないんですけども、僕のきんぴら好きなんですよ。なぜかというと、ほんとご飯と酒に合う。まず最初に言っときますけど、これ、僕が食べるとこまで見てください。食べるとこまで見て、やっとこの料理の本質がわかるようになります。至高のきんぴらごぼう、作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピで、至高シリーズに何が一番大切なのか。きんぴらっていうものはですね、おかずにもなる、まあ副菜なんですね。副菜っていうことは要はつまみですね。これから作るのは至高のきんぴらであり、至高のおつまみっていうことなんですね。至高のおつまみを作るために何が大切かって言ったら、酒飲みの気持ちになることが大切なんです。酒飲みの気持ちになるのに一番必要なことって何だと思います？皆さん、それは酒を飲むことですね。はい、じゃあですね、僕が清水の舞台から飛び降りる気持ちで買ったチタを飲みます。さすがにこれをアルチューマシーンに入れるのは嫌だったので、これこそ炎上する、炎上するのでチタハイを飲んでいきます。マイナチタワーということで、皆さんこれから作るのは至高のおつまみであり、至高のきんぴらであり、至高のご飯のお供でございます。はい、これを今から作っていきますのでよろしくお願いします。はい、それではやっていきたいと思います。まずね、これ材料なんですけども、ごぼう 150g、 人参 150g です。1対1です。きんぴらはね、人参もごぼうどっちも美味しい。まあ何なら僕は人参の方がきんぴらは向いてくるかなと思うんですけど、ごぼうの食感も捨てがたいんでやります。で、今回はね、アルミホイル、まあ、10センチぐらい取ってクシュクシュってやったやつなんですけども、これで水を流しながらこれごぼうをね磨いていきます。まあ洗いごぼうなんでこのままでも食べれるんですけども、ちょっとね、汚れ落としないんで、あんまりにも皮を削ぎすぎるとこれごぼうの香りが立ちにくくなるんで、土っぽい土の香りっていうのもごぼうの最大の特徴なんでね。で、これをちょっと洗っていきます。今ね、ちょっと洗ったところです。皮はね、ちょっと残しつつもこれぐらいの洗い方でやります。人参はそのままで結構ですからね。で、こいつを切っていきます。よくこうやってささがきするじゃないですか。あれで、まあ、インはいいんですけど、ささがきって結構ね、その、食感がね、残りやすいんで、硬くなりがちなんですよ。食べた時に。で、僕が一番好きなやり方、やりますんで、ささがきはね、ちょっとね、技術もいるんでね、僕が一番好きなやり方ですよ。これね、こうやって、スライス。この方がね、ささがきができない方もできるし、何よりね、ささがきは早いですね、これね。繊維を斜めに切って、それから細切りにするので、ささがきよりね、柔らかく仕上がるっていうのが僕の持論です。で、こうなったら横っちょに並べるんですね。並べてこう切る。これがね、一番食べやすい。もちろん、ささがきの食感が美味しいっていう方もいらっしゃるとは思いますが、僕はこのもう斜めの千切り。で、ごぼうの繊維をぶった切るのが一番好きです。これぐらい細めにねしてください。今ね、もうごぼうの香りすごいです。土の香りがね、ごぼうってうまいんですよ。香りを生かすために皮はちょっとね、残しておきます。泥付きのやつだったらよくね磨いた方がいいですけど、今回洗いだったんですね。 でこのような感じになります。そしてこのごぼうの土の匂いを、土の匂いを嗅ぎながら飲んでいきます。あー、大地に帰る母なる大地、母なる大地よ。あー、大地山椒って知らないから今歌うよね、小学校の頃ね。で、人参です。人参もね、ごぼうと同じでいいです。まあもし面倒くさい方はなんか千切りスライサーとかでやってもいいんですけども、今回はスライサーなしでやれるやり方、これもね斜めに切る。で、皮はね、むかないでいいです。人参の皮はね、栄養も豊富だし、全然ね、食感と香りの邪魔しないです。そもそもね、人参ってね、出荷の時にね、皮って、本当の皮っていうのが抜けてるらしいよ。なので、こうやって、斜めの感じで切ってってください。
はい、そしてまたごぼうと同じようにこうやって千切りしていくんですね。人参の千切りとかごぼうの千切りとか細長い野菜を切る時の千切りのやり方っていうのは掃除でこうなんで、きゅうりとかもねこの千切りでやれるんで、千切りはねこういう感じでやってくださいね。これがね僕は一番早いし、他の調理器具もいらないし、やっぱりこの根菜類っていうのはやっぱ食感がねすごく硬いので、千切りにすると炒める時間も時短で済みますしね、非常に使えるやり方だと思いますので、ちゃんとね、ちゃんとこういうところを見せていくと、はい、そういうチャンネルになっておりますので、はい、酔っ払いの滑舌の悪さと、つまんないギャグにさえ、我慢していただければ、なんとですね、ほぼ無料で料理の知識を学べてしまうという非常に有益なチャンネルになってますので、皆さん、つまんないギャグとこの飲む、シーンだけはね、我慢してください。テレビ CM みたいなもんですから、僕が飲んでるところ、テレビの CM もね、同じです。はい、ということで、人参とごぼうが切り終わりました。そしたらね、もう包丁はね、これで終わりです。はい。あと炒めていく。ここからね、炒めの工程に入っていきます。まずはですね、油なんですけども、きんぴらごぼうだと、大体の皆さんがね、ごま油をね、使うと思うんですけども、今回ね、あえてごま油使いません。普通の、油。僕なんかはサラダ油使うんですけども、匂いの少ない油を使ってください。これ大さじ1。ごま油を使ってしまうので、ちょっとね、ごま油の香りが強すぎてしまうんですね。僕は、このごぼうと人参の香りを生かすために今回は普通の油でやります。で、後から出てくるね、あるものにはね、それが味がマッチするんですよ。中火ぐらいですかね。油温まりましたら、ごぼうと。まずごぼう入れましょうか。人参ももう入れちゃっていいや。ごぼうと人参だと、ごぼうの方が、柔らかくなるのはね、後の方なんですけども。まあ、今回はね、人参は作った後に柔らかくなります。そして、ごぼうはね、ちょっとシャキッと感が残るような食感になりますので、このコントラストを楽しむ料理なんで、最初にごぼうと人参を両方入れていきます。でね、よくね絡ませる、油で絡ませて炒めていく。そうするとね、大地の香りが出てくるんです。これ大地の香りが出てきますので、これお塩、お塩、ちょっとネタをやる前にちょっとお塩、これちょっとねしなっとね、浸透圧でね、まあ塩をね入れて油をねなじませていく。そうするとね、不思議とね、このごぼうの土臭さよりね、人参の甘い香りが出てくるんですよ。これがね、料理の楽しさなんですよ、皆さん。時間とともに変化するこの料理のね、素材の香りのデカ、これをね、感じるのもね、料理の楽しい部分なんでね、皆さんね、これで感じながら作ってください。そうしたらね、人参はちょっとしなっとしてきて、ごぼうもちょっとツヤっとしてくるんですね。こうなったらですね、調味料入れていきます。はい。これいつもね、何見てんのって言われるんですけど、料理の下書きで、こうやって LINE に登録してるんですよ。はい。これ全部未公開レシピなんですけども、困った時にね、こうやってきんぴらって入れると、きんぴらガーッと出てくるんですよ。これね、超いいですけど。他の人のレシピ見てんのとか言われる。コメントありますね。そうそう。弁明しとかないとね。ちゃんと自分の LINE を見てます、これ。昔の人とかね、みんなね、作ったレシピとか全部ノートに書いてたから同じようなもんですよ。現代版です。そしたらですね、まあ今中火でやってるんですけども、ここに調味料を入れていきます。で、なんかよくね、料理ってさしすせそが大事って言うんですよね。さーはなんだっけ、酒、しは焼酎、すはスコッチ、せはセックスオンザビーチ、そはソルディドッグだねって言うんですけども、さは砂糖なんだけどね、糖とかから入れないと違うんじゃないですかってよく言われるんですけども、僕の観点ですよ、あまり関係ないです。なんかその順番に入れた方が味見をした時に分かりやすいみたいなのがあるらしいんですけども、あんまり関係ない。強いて言うんだったら醤油は後の方がいいかなと思います。結構その香りが飛んじゃうんでね、あんまり気にしない方がいい。じゃあまずね、砂糖を入れていきます。ちゃんとさしすせそを守っちゃう。あ、でもね、砂糖を一番最初に入れるっていうのは一応意味あります。なぜかというと、小さじがね、汚れないんですよ、お砂糖だと。酒とかこの小さじに入れた後に砂糖やると砂糖湿っちゃうんで、それは一応意味あるかなっていうふうに思います。その後、酒ですね。酒大さじ1半だと。僕が使ってるのは料理酒というより日本酒なので、はい、そして白だしです。白だし大さじ1。これね、だしを入れることによって味をつけていく。そしてみりんですね。みりんが大さじ1半で、最後に醤油。これが僕的に一番かな。まあまあ、あんま変わんないけどね。あと、鷹の爪。きんぴらはね、ちょっと辛い方が美味しいんで、まあ、大体1本分ぐらい。これぐらいの量入れます。で、調味料を入れたら、炒めますね。水分がこう、飛ぶまで、炒めてください。
魚の爪って焦げやすいんで、この時点で出汁とか調味料の味をこの人参とごぼうに染みさせる、これが大事です。水気がね結構なくなりました。そしたらねちょっとね火の強さ落として、ここでごま、今度ねごま油を入れてないので、いりごまはね結構使います。いりごまはこうやってひねって入れてくださいね。そのまま入れてしまうとごまの香りっていうのを噛んだ時にしか変わらないようになるんで、なのでこうやって入れてください。だいたいね大さじ1半ぐらい入れるんで結構入れます。今回ごま油を使ってないので、このひねったごまで香りをつける。これぐらいかな、5回ぐらいすまで入れます。もし正確な分量を測りたい方は大さじ1半ぐらい入れてください。このごまはねかなり重要なんで、いりごま入れてください。なければすりごまでも大丈夫です。でもいりごまをすった方が僕は皮が出ると思うな。全員俺のきんぴらの作り方やった、これだよきんぴらって。じゃあ器に入れていきます、はい、じゃあ持っていきます。こちらはね、まあ、大体どんなのもいいですけども、和っぽいのがいいかなっていうふうに思います。こんな感じで、はい、そうしました。至高のきんぴら完成です。それでは今日させていただきたいと思います。焼酎がいいな、レモンサワーを飲みたくなりました。ういー、これですよ、きんぴらはねレモンサワー。じゃあいただきたいと思います。いただきます。実はねこっから見せていく料理なんですけど、まずは一口このきんぴら食べてください。あ、そう、レモンサワー、これねマジうまい。きんぴらの甘さを持ち合わせながら、やっぱね味に深みがある。これはね白だしが入ってるからなんですね。ごま油もまあもちろんいいんですけども、こうね大量のごまにつけた香りっていうのはごま油と全く違うんですよ。そしてこのレモンサワーの辛みがピリッときて、非常にいいおつまみになる。大地の香りを感じます。そしてここで和の心全部ぶち壊していくんで、これですよ皆さん、粉チーズ、きんぴらごぼうに粉チーズ、これが至高なんです。ガンガン食べるんですよ。これ雪のように降り積もったこの、え、なんでそんなことするのってみんな思うでしょ。これがうまいの、見ててみ、粉チーズたっぷりかかったこのきんぴらごぼう。あ、これじゃあきんぴらごぼうに足りなかったコクとうまみ、この香りね、なんでこんなにきんぴらごぼうに粉チーズが合うのかなと思うぐらい七不思議な一つです。これはかけてください、みんな。これ全然違う世界見えますよ。これこれをやるとねワインにもちょっと合うんですよね。これね、もともと和食ってワインにすごい合うっていうのがテイストなんですけども、うますぎるのでやりますか。モンスターカード召喚、チョモ、きんぴらとワインっていう、いや、なんならその前にきんぴらに粉チーズって僕取りながら思ってました。思うでしょうねこれはね、なかなかやってない誰も。じゃあお疲れです。お疲れ様です。ちょっと一回このチーズかかってない部分、かかってない部分ちょっとやっていただいていいですか。うまっ。これはまあめちゃめちゃうまいきんぴらぐらいでしょ。ちょっとチーズ部分食べてもらっていいですか。なんでですか。おかしいでしょ。なんで合うんですか。めっちゃ合うでしょ。合うのよこれ。嘘でしょ。基本的にでも出汁とチーズってすごい合うんだよね。はいはい、うん、それがね根菜のあの香りと全てこう交わって新しくなっちゃった。いやこれ全国の皆さんにやってもらいたいですね。これいけるでしょこれ。なんかねもうねここまで言うともう理屈じゃないんだよね。まろやかさと、うん、そのまあちょっとこうミルク感ってのをさせてくれるのがところ、まあきんぴらきんぴらでもう独立してるんだけど、うん、それに合わさることによってもう未知の世界、もうピリオドの向こうに行ってるみたいな。いやーうまいっすね。あ、これワインも合うねやっぱね。合いますね、うん、これワインに合っちゃうんだもんね。だからね料理に正解はないと。正直だって俺きんぴらうまいって思ったことないですもん。うん、俺もない。俺もない。まずいやうまいですわこれは。いや満足です。これはごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで皆さん、このきんぴらのうまさ伝わりましたでしょうか。大体の人たちが調理工程だけ見て食べるとこ見ないんですけど、僕の動画は
食べるとこうで味変して最終的に一番いいところが分かるっていうような動画になってますね。食べると見て、むしろね最初の僕が飲んでるシーンは全部飛ばしてから、そっから調理工程から食べるとこまでも見てます。本当に新しい世界見えますよ。ぜひこの至高のチンピラ、あれ至高のチンピラチンピラは俺か、至高のチンピラぜひ食べてみてください。母なる大地よ、あー俺アルトだった。いや、すみません、アルトじゃない。俺はもっと低かったんだけど、あまりにもラルクアンシュルを歌いたすぎてめちゃめちゃ練習したの。高音のミックスボイスっていうのを出せるようになるネットで勉強して練習し続けたらめちゃめちゃ声立つんだけど、これがこう今生かされてるわけ。生かされてるね